ノボズイプコフの師匠、ノボズイプコフは、ロシア西部のブリャンスク州にある都市、ベラルーシュウクライナロシアの接する国境にほど近い。人口は2002年国勢調査で43,038人。1989年ソ連国勢調査では44,854人であった。州都ブリャンスクの南西 200km のドニエプル定地にある。町には、カルナ川が流れ、 すぐ下流でイプチ川に交流している。イプチ川は西のベラルーシへ流れ、ホメリでドニーエプル川支流のソジ川に交流している。ノボズイプコフが最初に記録に登場するのは1701年で、当時は工芸や交易を主とするズイプカヤという名の町であった。実際にズイプカヤが建てられたのは1686年頃で、最初は、 迫害から逃れたロシア正教へ小儀式派の信徒たちが移住して建てた村であった。小儀式派は、以後も、ノボズイプコフの人口の多くを占め、重要な役割を果たしてきた。1781年までは、コサック国家のスタロドゥーブ連帯に属したが、その後は、ノーブゴロドセーベルスキー総督管区に、さらに小ロシア圏の下に置かれることになった。ズイプコフ周辺は、洪水が、 多く、より洪水の少ない場所に町を移転させることになった。これにより成立した新しい町は頭にノボがついたノボズイプコフと呼ばれるようになった。1808年にはそれまでのノボエメスト軍の中心地であったノボエメストに代わってノボズイプコフが軍の中心となり、軍もノボズイプコフ軍に改名した。翌1809年2月11日にノボズイプコフは 死の地位を認められた。1864年に最初の工場が建てられて以来、ノボズイプコフはマッチの生産地として知られるようになり、20世紀初頭には10以上のマッチ工場が集中するほどになった。しかし、ロシア革命とその後のロシア内戦の混乱で、マッチ生産は激減している。内戦初期にウクライナ人民共和国やウクライナ国に属した。 ノボズイプコフは1919 19年にゴメリ県に編入され、1926年にはロシアソビエト連邦社会主義共和国のブリャンスク州となった。第二次世界大戦では1941年8月16日にドイツ国防軍に占領され、1943年9月25日にブリャンスク構成を進める赤軍ブリャンスク戦線を呼び、 中央戦線により奪還された。この年、戦争前にソ連当局により閉鎖されたノボズイプコフの旧世主権堺会主教座大聖堂は本来の聖堂として再開され、以後小儀式派の精神的な中心都市となってきた。戦後の1963年には、クイビシェフから小儀式派の一つロシア個性協会の本拠がノボズイプコフに移転し、2002年に、 モスクワに移るまでこの地を中心として活動した。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故はこの地に大きな影響を与えた。チェルノブイリ原子力発電所から北東に離れたブリャンスク州西部及びベラルーシのホメリ州、マヒリョ州東部に放射性効果物が降り、強い放射性物質汚染地域が形成された。ロシア国内では ノボズイプコフ地区及び隣接するクラスノゴルスク地区が最も影響の大きな地域となっている。ノボズイプコフ市街地のすぐ西方には1、平方キロメートルあたり49リ以上のセシウム137が検出される居住禁止地域が広がる。ノボズイプコフは、機械工業や電子部品工業の工場のほか、繊維工場、食品工場などが立地している。 ブリャンスク・ホメルブレストを結ぶ1887年開業の鉄道はノボズイプコフを通り、ここでノーホロドシーベルシクイ降の支線が分かれている。モスクワからキエフ方面へ伸びる M3 幹線道路からブリャンスクで M13 幹線道路が分かれており、ポーチェプからノボズイプコフを通って西方のズルインカ付近でベラルーシ国境を越えている。その先はホメリピンスク・コブリンと ベラルーシ南部を東西に横断している。ありがとうございます。